兄者俺はもう我慢ならねえな,な我慢ならねえお前の悪い癖だよ兄じゃどうすんだもうどこ行っても君主見つかんねえし町はもう黄金属でいっぱいだしちょっと待てそれはお前俺のせいだと言いたいのか 俺とお前が一緒にいる中でもし君主が見つからないとすればお前に原因があるその何,何だろうな語尾が上がったりすることかなそれは嫌われるのかなちょっと鼻につくっていいことかなえそんなことじゃないのかな じゃあお前が好かれない理由を3つ教えてやろう一度しか言わないからな3つもあるの兄ちゃんまずお前は考え方が端的すぎるまずその単純な思考をやめろ次ご飯をたくさん食べるのをやめろそれは食費がかかるということかなどういうことなんだろうな 分かんねんな、うん、お前に分かるように説明してやろうお前がたくさん食べ物を食べる、うん、つまり周りのものはどう思うと思う美味しそうだな俺も食べたいなじゃあお前も食べてみろよないいの俺も食べていいよお前も食べたらいいじゃないかうん。じゃあ俺も食べるよあじゃあお前もあ俺もお前誰と会話してるんです 今のは誰と会話してたのその兵士たちとああそんなことが将来できたらいいな<ー>、うん、腕が痛いのか 見なくていい <laughs> ん何やってんだな俺は大事なことは一度しか言わないぞこういうふうにやったら近づいてこい分かるな分かる,分かる大事なことは、うん、一度しか言わないからなうん俺が近づいた方がいいか <laughs> 行くよ行くこうやってくれてない時き俺がわざわざ理解に苦しむんだが その遠ざかるやつは何だういや止まってるからとこう止まってるからずああ、止まってるときは戻れってことじゃないんだな止ま,止まってる時<ー>いるときがそこで止まれそういう、あ、すごいなじゃこれ何読んでんだお、やっと分かってもらえたかあお<う>あそれなんか使えそうだなお前はこれを何に使うんだいやその戦いの時にちょこっち来いっていう剣しか使ったことは分かんなかったな を使うかどうかかど以前の話だよ分かったこれが通用するのは意志が通じているものだけだ少なくとも俺はお前と意志が通じていると思っているからやっているただ敵は意志は通じてないそして俺の手の動きとともに 顔を動かすのをやめろいやちょっと待って押し壊したいど,どうするとりあえずやっぱ行くべきやと思うね、うん、もう怪我はしたけど、うん、まあいろいろな理由があるとは思うよ、うん、でお互いね、うん、出たいっていうどうするかっていう話こうしてる 2人で1人でございま